はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント巨人編最終回ですね。オフシーズンやっていきたいと思います。今回はね、今までのね、ちょっとオフシーズンとは違ってしっかりとね、戦力外の選手もろもろ現実世界に照らし合わせ、やっていきたいなと思ってます。で、今日の予定がまず年間表彰式とか、まあ、ざっくりであるんですけど、個人成績もろもろとか見て終わる感じかなって感じですね。どこが優勝したのかな。これって日程表スキップでいかない方がいいどうなんだろうな。どこが優勝するんだろうな。はいはい、どこどこやんの。おーおーおー、すごい、日ハム広島だって。いや、まあやらないけども、あれだよね、ちょっと巨人というか坂本選手の2年目はやってみたいなってのがあって、今までのその監督プレーのスタイルでやってもトリプルスリーいけんじゃねえかなと思ってるのさ。途中で盗塁が B になって、でそれから盗塁の数が増えて、最終的に確か17盗塁ぐらいしてくれてるから、序盤からいけばトリプルスリーもいけたんじゃないかなと。はい、ごめん、でどこ日本一だった。日ハムが勝って終わってるから日ハムか。ちょっとここは広島頑張ってほしかったですね。日ハムファンだけどもまずは年間表彰かな。これはあれじゃないか、コルドウェルじゃないか。はい、年間表彰式。まず表彰式の前に、全記録見ていきましょうか。投手ランキングからセリーグ、すごいね、イニングの消化数がすげえ。いや、菅野さんよくやってくれましたよ、本当によくやってくれました。全体的にあれだね、イニング消化した選手がすごく多い気がするけど、うん、なるほど。多分これ投球回はジョンソン選手でしょ。いいよ、沢村選手、マッソン選手、すごい。いやー、ほんとなんかこのね、登板数は毎回なんかヤクルトがやたらと強い印象があるな。すごいね、メッセンジャー選手、三振204。田口君立派だね、すごいね。なるほど。次パリーグ見ていきたいと思います。すごい、あ、大谷さんが入ってない、打者の方で入ってんのかな、日ハムの大谷選手は。あ、いた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 、うん、すごい、215。これ打席どんぐらい立ってんだろう投げたなすごいね、石川選手、これは。まあ、あれだね、ちょっとセリーグ見た後だからかもしれないけども、ちょっと数字がおとなしく見えるけど、すごいよね、61は。こう見ると増井選手はもうずっと先発だったんだね、シーズン通してね。
なんだこの数すごいな、なんだこの数。さあこのロッテ石川選手プロスペースで使ってるけど、ちょっとね三振取りにくいね、あのプロスペースの石川選手は。なるほど、次野手。素晴らしい首位打者、いいじゃないですか。あ、194だったんだ、あと6本で200か、もうちょっとだったね。200な、届いてほしかったな。坂口選手すごいね、能力どんぐらいなの。ちょっとあれだね、シーズン通して3割2分残せる感じではない。アベレージヒッターとか持ってるのか。打点、あー結局じゃあ100打点いった選手はいないんだよね、いないんだよね。お、いたよ、長野選手いたよ。ギダ、あー、うちは山本くんが入るのか。そんなしないもんね。お、すごい43。はい、あ、ごめん、次パリーグですね。これは2ちゃんも強いわこれは2ちゃんも強いよ。お、柳田選手、あ、ホームランが22か、届いてないね。島内くんすごいね。アメヒア選手すごい。ちょっと打者部門で全然大谷さんの名前が見えないけど、あ、いた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 。あ、そんなに出てない打者としては。ピッチャーメインだったのか。やっぱゲームといえどバランスよくやるのは難しいのかね。すごいですね、フォアボール33か。多いね、65はすごい。日ハム強くね足もあるし打率もあるし。盗塁したらしいですよ T 岡田選手盗塁しいってことはまあ上手なんだよねきっとね。デスパイネ選手は多分判断すらされてないよね。これは走ったんだ。はい、まあざっくりですけどね、こんな感じで。じゃあ表彰いきましょう。ベストナイン、あ、ショート茂木くん入ってる、これは嬉しいですね。
巨人から村田選手、坂本選手、まあ妥当か。ギャレット選手とか選ばれるかなと思ったんだけどな、外野手枠で。やっぱゴールデングラブってなると菊池選手なんだね。坂本選手よく選ばれてくれましたよ。じゃああれか、1年間固定して出し続けたって言ったら坂本選手、村田選手、まあ、小林誠司選手もそうなるか。阿部選手は1回怪我で吐けたことあったけど、そのぐらいだよね。あと長野選手か。終わってみればそんなに固定して選手を出し続けなかったかもしれないな。新人王すごくない？新人王すごいね。意外とリリーフ陣の評価がされました。こう見ると、はい、はいよ。こっからあれですね、ちょっともう一応今、あ、ごめん見てない、何何何、坂本選手、亀井選手、いや引き止めたいですよそりゃ。はい、はいよ。コーチ変えるかい、なんか変えよっか、誰か呼ぶ、松井さんとかいない、いた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 、呼ぼうぜ。はい、オッケー。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、一通りやりました。平くんとか、もう自由契約にしちゃいました。もうないんだよね、他のすべがチームから離れさせるすべがなくて、あと太田選手とかも、自由契約にしました。で、引退はね、結構まあリアルな感じでやられてはいるんですけども、あと鈴木隆弘選手とかもなんですけども、引退ちょっと自分で選べないんだよね、止めるしかできなくてって感じで、とりあえず、まあ、どんな理由であれチームから離れる人はもう、自由契約にしてチームから、ちょっと手放す形で、やっていきたいと思います。はい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 、はい。それはドラフトは二刀流があるみたいじゃない、運が良ければ。はいよ、面白そうな選手は取りたいですな。ドラフトオリジナル選手はいらないよ。全選手クリア、はい、これで、はい、ねえねえ、はい、ちょっと二刀流的な人がまずパーッといないか探しますか。いなさそうね、いなさそうね、いないもんしょうがない。あとは面白そうな能力の選手か。やっぱピッチャー欲しいよな。
うん、左のサイドスロー欲しいね。ごめん変なことしちゃった。あ、そっか、中身を今見ることはできないんだもんね。彼いいね、面白そうですね。ピッチャーも欲しいけども野手も欲しいよな。なんか面白そうな選手はいないかね。高校生でこの能力が高いんじゃないですか。ファーストか、ファースト一本でってのはきついな。お、面白そう。熊野くん、社会人ナンバーワンショート、夏の全国大会準優勝だって。ショートはね間に合ってんですよ。ただあれだね、ここまで能力高ければ他のポジションコンバートあるよね、あり得るよね、できるよね。うわー、ちょっと面白そうだけどな、足がなちょっと遅いな。これかな、七野くんかな、七野くん、七野くん、かぶれよくじ引きやりたかったんだよ。いや、もうあれでしょ、ソカベくんでしょ。あと一人ぐらいでいいかな。なんか野手面白そうな、うん、これ、諏訪くん、はい、指名しない、はい。あとは FA とかで補強していこうぜ。岩隈選手か、見送ります。いや欲しいよ欲しいは欲しいんですけど。うん、ちょっと却下になってるけどさ、うん、いやいいよ、承認しよう、頑張って。頑張れ。今杉内さんが残してくれたお金があるからそれでね、いやこれはもう絶対交渉坂本選手は失えないって。亀井さんも失えないよ。ただなあ、あ、本田選手欲しいすっげえ欲しい。セカンドは欲しいぜ、本田選手欲しいな。あ、そしたら亀井さんできないんだ。まあ、しゃあないでしょ、セカンド欲しいよ。6番を用意して、はい、他どこ狙ってたっけ、なんかいくつか狙ってるとこあったよね。じゃあこんぐらい、いいよ、君にはお金を払う価値あるよ。いや、ここですよ。阪神狙ってたの見たんだよね。阪神とお金の勝負だべ。いや、ここでこそあれじゃないか。
杉内選手が残してくれたお金を使う時だべ。ごめん、なんか中途半端な数字になったこれで変な数字になったけど、オッケー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 、ここはでかい、よし、オッケー。亀井選手さん、あー亀井選手はセーブか、んあいいですよ、選手もらう、え、もらえんの、これがプロテクトでしょ、もらえるの、桃見選手いいの、え、もらえるんだったら取るよ俺、え、こんないい選手いないじゃんえ、もらえるの、本当、うわちょっと待ってよ、迷うぞ迷うぞ、いい選手いるぞ、どうしよっかな、どうしよっかな、山川くんはやっぱダメかやっぱりダメか、どうしようかな、戦力で使うってことを考えたらやっぱ野上選手かな、でユーティリティ性考えて熊代選手、大崎選手、大崎選手、大崎選手、いろいろできるんだよね、あしかも代打持ちだ、いや取って使うかってことだよね、絶対使う選手だよな、ここは、はい、さあ面白そうな選手いないですか、さあ岩瀬さんあれみたいですね、名もなきボールだっけ、なんか新しい変化球のなんか見ましたよヤフーニュースで、ちょっと取ったところで出れねえじゃねえかな、外国人枠はね結構溢れてんだよね、まあ今日取るよ、こんな感じかな、うわボグセビック選手がすっげえ欲しいんだけど、あミート19なのミート19なんだ、そっか、え、もったいな、あらディクソン選手まで、どうしようかな、なんか誰もう一人がなんかこう欲しいよね、誰か取ってあげてね、すごい戦力になるから彼は、取ってあげて、こんな感じかな、こんな感じで、
おお、小屋の選手が日ハムだ。海外留学誰かする？いいよ。そうだね。あ、能力見よっか。まあまあいいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。結構三振持ちだけど左投手 B はでかいですね。外野手もできるし、七野くんいいんじゃないでしょうか。あと誰取ったっけ俺。あとなんか誰か取ったよね。誰取ったっけ。え、あ、菅くん。あー微妙。なんだろう、なんか面白そうっちゃ面白そうだけど、まあ頑張ってね。そうですね、誰行こうか。じゃあ重信君行こうか。そうですね、あと2人行ってこい。留学地、そうですね、じゃあメキシコ、いらっしゃい。はい、ということで、ペナント巨人編最終回ですね、終わりたいと思います。明日からラストイニングやっていきます。頑張ります。よし、終わりましょうか。そうですね、巨人編やってみて思ったのは、攻撃面でのハマり方がえぐかったかなと。まあ、比較的ね、今まで引っ張るフルスイングは結構多用してたんですけど、ここまでハマったこともなかったし、まあ、たまたまで続くレベルじゃないぐらいハマってたんだから、巨人でやるとハマりやすいのか、それかアップデート後初めてだったから、これがアップデート後の仕様変更、内部的な仕様変更があったのかわかんないですけど、ただ攻撃は強かったですね。攻撃面は坂本選手が楽しかったかな、やってて使ってて圧倒的だったな、本当今まで。まあ監督プレーだけどもね、いろんな選手に指示とか出してきたけども、明らかにこっちの指示を超えたレベルで活躍する選手だったかな。すごかったです、本当に本当にすごかった。よし、終わりましょうか。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日からラストイニング、頑張っていきたいと思います。まあ、おそらく明日、ちゃんとアップされると思うんで。はい。ということで、今回はここで終わろうかな。終わります。バイバイ。